E-6 マ e キュリー E-6 E-6 はアメリカ海軍が運用している航空機。超超波を用いて潜水艦との通信中継のほか空中式を行う機体である。製造はボーイング車で、愛称はマーキュリー。先行中の潜水艦と長距離通信を行うためには、短波、超短波などは海中において非常に減衰が激しいので、減衰が 少ない超長波が用いられている。しかし超長波は、アンテナの長さが、キロメートル単位となり、通信施設を地上に設置した場合、軍事的に見て、施設が大きく攻撃に対し非常に脆弱である。そのため、通信設備一式を航空機に搭載し、そこから通信中継を行うことが考えられた。この機体は、タコミュー機と呼ばれる。アメリカ海軍は、 1960年代より C-130 輸送機を改造した EC-130G-9 をタコミュー機として使用していたが、旧式化に伴い後継機として E-6 が新たに開発されることとなった。開発は1986年より開始された。新造されたボーイング707から320を改造母機とし通信機材の搭載。 胴体上部へのフライングブーム式空中給油需要、リセプタクルの負荷、エンジンを、回108ターボファンエンジンへ換装し、水力強化と燃費向上が行われた。また、急旋回に対応するため、一部胴体の強度が強化、されている。通信機材は、VLF 用のものとして1220メートル及び7925メートルの、 アンテナが装備されており、VL 海通信時は重しを兼ねる吹き流しをつけて、胴体後部より展開し機体を定点旋回させる。すると長大なアンテナは推進力を失い降下し、空中で垂直に垂らした状態になる。通信中はアンテナの状態を保つために旋回を続ける。翼端のフェアリングにイザムアンテナや、HF アンテナを装備している。1992年からは、 ミルスター用の EHF 衛星通信アンテナが機体上部へ設置されている。通常の運用方法は、指揮官1名パイロット4名、通信員7名を乗せ、基地より約2000キロ進出し、そこで通信中継を行う。E-6 の初飛行は1987年6月18日に行われた。 1989年より舞台配備が始まり、1992年まで26機が生産された。当初の愛称はギリシャ神話の神にちなんだハーミーズであったが、この愛称はヘルペスに似ていたため登場員から不評であり、1991年に同じ神のローマ神話での名前であるマーキュリーに変更されている。空軍の EC-135 ルッキング。 グラス体液に伴い、通信中継のみではなく、それまで同期が担っていた戦時における、アメリカ戦略軍空中指揮機の任務が付与され、通信機材のさらなる増強などの改造が、前期に対して行われた。この方は E-6B と呼ばれ、1997年12月に初号機の改装が完了、1998年10月より収益を開始し、 2003年までに前期の改造が完了した。当初は太平洋方面の第3艦隊航空偵察飛行隊及び大西洋方面の第4艦隊航空偵察飛行隊に配備され、奇襲核攻撃による被害を避けるために24時間空中待機任務についていた。1992年以降は地上待機となり、オクラホマシューティンカー空軍基地に移動し、 アメリカ海軍第一戦略通信航空団において集中運用されている E-6B。ありがとうございます。